つマイナス百四4原則用パラシュートを使い着陸するアエロフロートソビエト航空のつマイナス百四ビーツマイナス百四はソ連の航空機設計機関であったツポレフ設計局が最初に開発したターボジェット双発旅客機である短中距離用の機体であった北大西洋条約機構はキャメルというナトコードネームを割り当てたまたつマイナス百四は世界で 営業運行をした2番目のジェット旅客機であり、これはアメリカ製ジェット旅客機よりも早かった。しかし、機体は中距離爆撃機のつマイナス16から開発されたため、主翼の桁から客室内に段差があり、燃費が悪いなど運行費用も高く経済的ではなかった。201機以上が生産された。なお派生型として、つマイナス110、つマイナス124がある。 つまいなす104は1954年に初飛行を果たした。1955年11月6日にはウクライナのハルキウ航空機工場で最初の量産機が飛行した。西側諸国に初めてつマイナス104の存在が知られたのは1956年であり、当時のソ連の指導者、ニキータ・フルシチョフがイギリス訪問で使用したためである。当時は 世界初のジェット旅客機であるイギリス製コメットが構造欠陥のために運行停止していた上、まだボーイング707やダグラス DC-8 も開発段階であったため、ソ連による予想外のジェット旅客機の就航は西側に衝撃を与えた。実際には前述のようにつマイナス16爆撃機の改良型であり、旅客機として見ればあらゆる面で物足りないものであった。 また、この旅客機のエンジンの取り付け方法は、津マイナス16に近似の主翼の根元に埋め込んだものであり、コメットに類似した方法でもあった。着陸時の原則用に内蔵パラシュートを使用することも多かった。チェコスロバキア航空の津マイナス104型機マイナス104の早期の営業路線導入は、共産主義国であるソ連が、 ジェット旅客機を運航しているほど技術が進んでいるということを世界に示すというプロパガンダの目的があったとも言える。そのため経済的でなかったにもかかわらず、アエロフロートソビエト航空に納入されたのは1956年5月であり、9月には国内線に就航した。その時の乗客定員は50名であったが、その後胴体延長により100名まで増加した。 また、チェコスロバキアの国営航空会社チェコスロバキア航空も運航した。チェコスロバキア航空が運用した機体のうち、登録記号 OKNDF、OK、の機体は、映画撮影のためにアリタリア航空機の塗装に変更され、機体の左半分はアリタリア航空の塗装で運航された。冷戦下において、ソ連製航空機に西側航空会社の塗装がなされた珍しい例である。 アイロフロートソビエト航空のツマイナス 104B 型機、ツマイナス104は初期のジェット旅客機であり、技術的に未完成であったため、ツマイナス104は史上最も危険なソ連製旅客機と言われるほど事故が多く、製造された201機の約5分の1に相当する37機が事故で失われ、延べ1137人が犠牲となった。 水平安定版の欠陥によって失速した際に、機種が跳ね上がる特性があり、同期の墜落事故のうち2件はこの特性が原因とされる。例えば1958年には、アエロフロートソビエト航空の2機のツマイナス104が、巡航中に乱気流に遭遇したため操縦不能になり墜落したが、2機目のパイロットが最後に経過を報告した通信記録により、 欠陥が発覚し、水平安定板の改良がなされた。また、翼の空力設計が不十分なため、低速での飛行時に前ぶれなしに突然失速して操縦不能に陥る危険な傾向があった。そのため、離着陸は通常の航空機と比較して高速で行う必要があり、減速用のパラシュートが装備されていた。生産は1960年に打ち切られたが、 1981年まで旅客機として運航された。その後空軍に引き取られ要因輸送用として利用された機体もあり、またソ連の宇宙飛行士の移動専用の機体も存在した。1986年に博物館へのフェリーフライトを最後に退役した。ブヌコーボ空港の近くに展示されているつ 104B。ありがとうございます。